じゃあちかさんも希望すれば T になれるってこと？え、無理ティカ子になる。え、それは自分が C ですあれしたからってこと？え、 C でも T の人はいないってことですか？じゃあ C だったら、うん、いろいろいろ、うん、でも CHA だよ、もう表記は C は C つく人いないの？え、じゃあ子は子、竹内家の C は CHA でしょ？ CHA でした、うん、も確かに子も C いける、うん、え、でも K の人もいるよね、でも C 表記の人もいるよね、誰？南沢ココちゃん COC、 え、そうなの？でもそれココな KOKO だよ、うん、ココハちゃん、ココミちゃんは KOKO なの？なんでその違い何？やりたくないからその違い何、うん、ずるい、俺も選びたかった、タコか、あ、ゆきやにします、あ、ゆきや、え、確かにできるよね、だって、うん、K だもん、はい、OK、あ、間違えた、写真間違えた、あ、なに、こんにちは、大丈夫、なんか焼いてる人、ただいまタコパ中です、ちょっと待ってくださいね、食べる人、はいはい、チーカワウインナー、たくあん食べた、ありがとうございます、だって汁を作っていきたい、はいよ、喋っていい？はいよ。見て、ちょっとコメント見てほしい。あ、やば、顔つ、あ。うん、みんな青がの。ああ、そっか、今日青が。なんか網が大人に見えるわ。こんな衣装なんか。見て。いいね、青春だね。いいしょ。今ちかこさん家にいます。ティカコ。CHIKKO さんの家にいます。クマありがとう。クマはありがとう。あ、そう、この黄色いクマが今回大事なやつで、ユーミン鍵となってるんだ。ありがとう。あ、イッシーもありがとう。クマ、ちかさんのショールームにいるよ。え、告知してくれるの？ショールーム貼っつけたら。インリツ、え、ちかこさんツイートしてます？うん、あ、今ね、今文章書いてる、あ、ポストだ、遊びに来てね、ポストしてます、インリツしよう、はい、しました、こんばんは、今日はこんばんは、きみえとあゆかとおばぶちゃんと一緒にたこ焼きパーティーしています。あ、あ、ねえ、みゆちゃん大好きっていう人がくまく投げてくれた、あ、間違えた、ありがとう、S ハート73、あ、そうです、たこ焼き美味しい、ありがとうございます、そうね、今青が中だからね、今何の曲中なの、7時だから近似 MC じゃないの、はい、違いました、うん、始まってます、ちなみにブルーローズ始まったぐらいじゃね、うん、でも禁じられた2人が今あれだよ、あ、もう動物園してる、スクランブル、ああ、そう、これです、ガム4人だ、混ざりたいですね、4人しかいないから、でもこの4人シル作ってくる、動物のイメージ強いわ、確かに、ちょっと待って、ね、ちょっと下半身はさ、いいですね、この隠すよ隠すよどこだカメラ、いい、君はボールとか、青がみんなやってるもんね、いい、ちょっと追加してくれ、ありがとう、また行ってください、10球もやってるよね、10球もやってます、やってるの、やってる、経験ある、そう、めっちゃやってる、ユキが研究生の時にあの6人青がみたいな時代にやりました、やばい、あと12周年もやってたし、ディスタンスバージョン、あ、そうです、そうです、イメージある、 We are の前、うん、だほとんど青が経験者じゃない今のですね、かわいいな、動物園久しぶりに見た、ねえ、すごい、これが配られてるらしい、ねえ、昨日作ってた、ウインナーやばい、みんな焼き、うん、アイコン食べたい、え、なんかすごい、何、あ、6位まで、あ、ランキングのやつ出るの、こんなの、そうやね、そうやね、順位のやつが出る、絶対暑いですよ、ね、本当
もう口の中もう大丈夫、あのもうこれ以上やってくることはない。いただきます。やばい、あ、うまっ。あ、違う、耳どこ行った。あ、はい、あ、いいよ。あ、でもパリパリ。チーコはウインナーをね、チリコは食べたいと。これ熱っ。え、これ1本いるよ。焼く？あ、焼いていい。1本焼きな。どれ？え、しかもさ、3人だよ。ウサギとチーコとハチワレ。黄色いクマさん来た。黄色いクマさんありがとうって言って。黄色いクマさん。名前は誰が来た？ポコロン。見て、ありがとう。黒ひげの太平さん、 ありがとう、くまさん。黄色いくまさん、ありがとうございます。これこれうまい、ね、うまい。子供用ウィンナーうまい。ちょっと取ります。え、たけさんも読んだ。たけさん読んだ。たけさんも黄色いくまさん、ありがとうございます。こんさん、こんさんも黄色いくまさん、ありがとう。くまさん、もう一人いらっしゃいます。かまへんさん。カマヘン、あ、本当だ。カマヘンさんはビギナーだって。ありがとう。ビギナーよく来てくれてんだね。あ、そういうこと。え、逆です。え、違うの。ビギナーはまだ始めたばっかり。あ、そうなの。どうもどうも、早くして、ね、あ、また来ました。ペチペチ太郎さんと、うん、残念なゾラさん、ありがとう。ペチペチ太郎とゾラ。え、かわいいクマさん来てるの。血色な。やばい、どうやって。さっきと画角一緒。あ、チャラシマさん、ありがとう。チャラうわ、近く大好き。クリスクリスさん、あ、ありがとう。リサちゃんず、ありがとう。リサちゃんず、うん、お、リサ子さん。みんなにたこ焼きにキャベツ入れるか聞いてみて。たこ焼きに皆さんはキャベツを入れますか。マジ違う、入れへん早いねんけどさ。え、今あったから入れちゃってんねんけど。入れる派。うん、私たちの野菜が取れるように。そう、栄養をね。優しい。まあまあ、キャベツ入れます、入れません。割れんのよそれ。何なん。キャベツは入れません、入れない。え、入れません。今のとこ入れない人が多いです。本当だ。でもお好み焼きには入ってるじゃん。あ、入ってる。確かに。俺白い方が好き。たくあん食べてんの。あ、混ぜ混ぜ。じゃーん。食べる？あ、保護しておこうかな。あ、保護してほしい。オッケー。ありがとう。やろうか、うん、早っ。たこ焼きにチョコはおすすめですって。い、絶対嘘やん。いける人、いける。あ、大丈夫。 ありがとうございます。ちょっと危ないかもです。ちょっとね、私さっきこぼしちゃいましてですね。いい、オッケーです。下半身が、あ、違った。黄色いクマさんじゃない。あ、そう、クマさん違いがあるの。皆さん、片手を上げてる黄色いクマさんの人数が大事なんです。オブラヒート行きましたけど、ウインナーを焼いたので。ウインナーを焼いてます。合うなの。でもウインナーの油合うな、合うな、油とウインナーが混ざってる。合うな、ウインナーのね。中ちゃんが先輩の家行くとか初めてレベルからって。初めてです。多分初めてです。初訪問。でもあんまりさ、初めて感なかったね。うわーみたいな、なかったよね。確かにナチュラルに。でね、それが大人だった、はい、
じゃあ多分うちらが同期の家も行ったことないです。ほぼうちらが騒ぎすぎ、びっくりしちゃった。あゆかと君江がもう熟知してるから未だに騒ぐもんね。うんと近藤さんね、おいやぶねー、なんて言ってんの。何でもないでしょ。あ、水入れてへん。やっぱり、めっちゃ重たいなって思った。やってへん。パンケーキミックスみたいと思って300だったから600測るとこあって計量カップが。あ、いいよ、ちかさんでよかったのって。あ、はい、測るとこある。測るやつが、計量カップがさ、そこにいける、ちょうど奥に。これや、正解。ちょっとね、水、うん、250までしかできんから、ちょっと計算してやってほしい。はーい、600ですよね。うん、暗いね、そっち。てか電気あったかな。死後でき、いっか、本当に600、これこんな入れて大丈夫。そうやね、600やね。あ、麦わらのたまたん、ありがとう、くまさん。暑い、夏めっちゃ中にしてほしい。めっちゃ暑い。もう扇風機、え、今年初扇風機。よくない、絶対。あ、ゆかりちゃんもありがとう、くまさん。あ、タプタプ、うん、気をつけて転ばないでね。いよいよくれる。ジーンズ長いんだよね。でも、つうか、前つうかでいない。ごめんなさい、むしろありがとう。ありがとう、君。ごめんね。みんなさんが、みんな込めてる。あ、ひっくり返しました。あ、えらい、ありがとう。佐々木さん、水入れずに混ぜたからさ、んな、ダマになってるよね。でもここから頑張れ頑張れ、キミちゃんプロだから。いや、ほんまにちょっといつもさ、3回ぐらいタコパしてる、キミと、うん、毎回混ぜてくれてる。プロなんです。プライベートタコパ。今日はタコパの様子をみんなにお届けするので楽しんでください。邪魔かな、大丈夫。うん、全然大丈夫だよ。さっき下ベロやけど、下ベロも、うん、下ベロやめてて、ごめんなさい。方言なの。うん、あ、そう、ベロな。あ、なんかね、静岡は下でもなくてベロでもなくて下ベロの。へえ。下下って2回言ってるってみんなに言われる。あ、そういうことね。これをバカにしたら君が言うから、君が下ベロって言うから、絶対違うよみたいな言って、調べたら本当だった。へえ。初めて聞いた。大阪は何ですか。ベロ。愛知は、ベロ、下、ベロ、パン、パン、おしゃれすぎ、おしゃれすぎ。ナイス、ツッコミ今さ聞こえましたか。今、ありがとうございます。はーい、チーム S のツッコミ担当ってやろう。ツッコミ担当だよね、実際。いや、どっちかな。え、君はボケる方が好きだよね。でも、そのボケの難易度が高すぎてツッコめない。ツッコめない。おもろすぎて。しいな、ツッコミボケの、あ、トシさん、でちょ、ありがとう。ちょくちょく、ね、マジ、いや、この辺はもうやばいかもしれない。スキルが高すぎて、ちょっとおしゃべりして気づかないからごめんね。でも、いりますって言うんだけど。トヨタさんもありがとう。バブちゃん、髪の毛進め結べてるやん。後ろね、かわいい、ね、かわいい。今日自分で撮る、伸びたね。一回破裂しました、全部伸びたね。ほんまに。あ、見て、これさ、コッペパン、ありがとう、くまさん。え、あ、美味しそうな、ウィナーね。違うもん。違うの、それ。かわいいんだもん、これ。チーカーね、切っちゃったのよ、みんなが。え、それ1個で入れたかったの、もしかして。うん、1本切ったら入んないんですね。怒られるかなと思う。たくあん食べたい。たくあん、そっち好きやん。たくあん、はまって美味しかった。でも、こっちのが好きかも。どっち食べました、どっち食べました。白いの、うん、白いのね、白いのね、美味しい。白い方が甘い。黄色は硬いです。あ、そうなんや。これ何知らない。知らないです。なんか書いてあるんだけど。べったらとたくあん。うん？うま。ありがとう。べったら、白がべった、べったら。うん、くまさん。アレックス。あぶ、あ、はう。ありがとう。ありがくま。君いる？あ、見て！みんなのさ、このさ、ビヨビヨビヨでさ、見て。あ、タワー、アキちゃん、ありがとう。かわいい。これ、ありがとうございます、皆さん。1本食べる、大きいの。
いい？みゆちゃんはお手伝いしてますか？してるよね。今のところ何もしてないですけどね。盛り上げた。盛り上げてくれて、ずっと盛り上げてくれてるよ。そばそば、ありがとう。熱いよ。みんな。あっくー。あったじゃん。ほらまた。うま。美味しい。ちかウインナーわからないな。なんで？ウインナーわかんないんですかまだ。うん、だったら社会支援とかがいい。せんね。おい。サービスね。サービス。どうが好きかな。もし赤ウインナーが好き。あっていうか赤ウインナーやだ。タコさんウインナーでしょ。でも一緒にご飯行ってる時はなんか赤ウインナーって頼むといいって、うん、なんか一人でさ5個ぐらい食べたやつ。誰が。私が一人で赤ウインナーを。いやでも君はウインナー全部好きじゃん。好き。ウインナーね、腸詰めね。ゆうちゃんやだウインナーやだいいじゃん。ウインナーのこと腸詰めって言うとめっちゃやだ。なんでそう、ウィンナーね、ちょうど全然焼いてあげんのやろ、全然焼いて。ここではやっぱ座る、うん、そんなにね。お玉熱いっすよね。あ、せやね、一瞬通過していい。あ、うん、てかこのまま持ってた方がいい。いや、これでいきますね。落とすなよ、絶対絶対落とすな。マジでマジで見て、手の形。あ、危ない危ない危ない。手の形これ、どうしたらいい。あ、もうそのままいいよ、シンクにポンと置いて、ポン、うん。いい子。ごめんなさいね。すいませんでした。誰これ、ウインナー保護しますか。ティーダックちゃんもありがとう、くまさん。これ、みえちゃん食べる。え、青春ガールズもう終わったん。まだやな。じゃあいただきます、うん、写真だけ撮りたい。この上に見えますお花はですね、ファンの人が生誕でくれたお花です。じゃじゃーん。ね、もうちょうど写ってる。これは何歳のやつか当てて。全部聞いたことある。これは16歳、うん、17な、はい。これがこれ16歳、それは15かな、これじゃあ16歳、それ18。全部外すじゃんです。 あっちにも飾って、ね、あっちのオレンジのは最近ですよね。そうそうそう、だってサイリウムカラーが最近の。であれがシュガーラッシュだから、サイリウムカラー、あれ18だわ。あ、え、これ16、ほら言っただん。ごめんごめん、だんだん。あれシュガーラッシュ。そう、18で。シンデレラ。そう、去年。もうシンデレラちゃうらしいよね。シンデレラじゃないの？エルサ？え、ちゃうねん。普通に説じゃないの。あれは？ティンカベル？あれは違う。あれは21かな。コロナの時のせいかなと。え、じゃあない。あ、何個かね、あっちにもあるんだよね。カチューシャバージョンもあって。若いね、ちかさん。そうだよ。うちも全部リビングに歴代のやつ。あ、ゆいちゃんもありがとう。いいですね。この収納いいね。壁掛けにぬっぽん、ありがとう。ちょっと待って、かかテレビ映ってる。え、何入れる。チーズ、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 ここで。チーズ大量にお願いします。全チーズ、ここいいの。あ、すいません、さっきと同じさ列でいいよね。うん、チーズを入れます。はい、チーズ入ります。え、全チーズ、チーズ、チーズ、欲しい、ホチーズ、ホチーズ、全部ホチーズ。え、厳しい、近に厳しい。君、近に厳しいです。あ、テレビ映ってるわ。待って、 HIMD3 さん、クマ、アリガクマ、タコ入れる人。ちょっと途中でね、何回もこんなふうに言っちゃうんですけど、ちょっとうるさかったらごめんなさいね。でもお礼言いたいので言わせてください。タコ大好き。チーズ足りない。あ、チカさんはいらない。あ、チーズね、冷蔵庫に入ってる。え、チーズ、それ全部チカさんどの列これ。チカさん真ん中じゃない。あと左から、ここがいいよ、ぶっ席替えしてもいいよ。え、違います、タコが入っちゃうか。あ、そう、タコ入れないんですよ、ね、私今ね入れてない。チカさんタコ食べれん、食べれんねんけどね。イカは、イカ、え、イカ嫌い。辛辣。イカ嫌い。喧嘩する。明太子かキムチでいいや。明太子どこ。あ、キムチ、明太子ね、新品あげていいよ。かわいい子たちでしょ。もったいないだ。君、日本語がおかしいよ。日本語警察。これポン酢一押しです。あの、たこ焼きのポン酢。いや、違うっぽいけど、これゴミ袋にしていいと思う。ね、あそこに入ってる。あ、もうチーズの冷蔵庫開けます。いいよ、引く。はい、あった、ナイス。いいです、こんな感じで、
あ、ねえ待って、バブちゃんの服がさ、エプロンしてた。確かに気合いまんま、かわいすぎ。チーズ2袋目。ちかさん何個明太子入れる？え、全部3個がいい。キムチ、キムチ、うん。あ、クロイツ、ありがくま、ありがくま、ありがくま。え、チーズ全部入れちゃうよ。明太子入れる人、入れた、はい、1個でいい。珍しい、さっき食べてなかったかな。え、食べれるの君は。はい、私もここ3つ。ちかさんとしめ、全部後輩がやってくれます。でも準備はしました、私が。愛を君にやダブルパンチ。愛を君にやないけ、愛を君にのフォーメーション。ちかさんとしめやないかい。違うよ、ちかさんだって真ん中だもん。俺、イズしめって難くない。あの子、俺のあいつあいつ言われる。俺大好きなあいつ。TNTN だよね。はい、何もないです。はい、はい、何今の。ちかさんだってソロだもん。サルいた。でもソロとサル、どういうこと。違う、ちかさんソロじゃない。唯一ソロじゃない。そうね。え、あと3列目。そう、私も。あ、そうだよね。なんかじゃあ新名ここ。無理あるだろう。え、こっちキムチどう。無理くり新名。あ、でもお箸、あ、エプロンじゃないよ、バブちゃんは。あ、たたた、これ使えばいいです。ちかさん、みつるティーの。ちか、みつ、キムちゃんの。いや、キムチだけで食べたいんだよね。お願いします。落ち着いて、座っていいよ。暑いだ。暑いの、だって暑そうだもん。うん、T シャツ着る。いや、いいですよ。もうやばいの、格好。いえ、うん、あ、そんなにてくれない、ありがとう。だって止まれって言われたこと。え、今普通になんかあのキムチ食べたい。え、カミムは、カミムは、うん、え、ちかさんに別添えにもしたのに1個入れたの、うん、キムチ欲しいの。うん、欲しい。ごめん、キムチ欲しい。うん、俺が悪い。すみみん、ありがとう。俺が悪かったわ。なぜだ、今俺って言ってたの。いない。私いないよ。私だよね、みんないない。一人称。はい、充電終わりました。ねえ。ねえ、蹴られた、蹴られた、蹴られた。画面の下で皆さん、チカキック。ねえ、次回蹴んなよ。春子やないかい、それ。ねえ、違う、春子は3回だから。え、嘘、あれ2回だよ。ずっとこれ。え、3回だよ。だって下真ん中ソロダンスね。そう、春子の時にダンスパートがあって。危ないよ、今タク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 。タクタク試したの。試してんの、ダメだから。試したの。どう、キミちゃん。ね、これ失敗したらごめんなさいね。キミちゃん、ここ何も入れないの。あ、もう忘れちゃったからいいや。オッケー。みんな、ショールーム開く。美味しそう。きっとね、見て、びっくりしたよ。きっとね。A 型出ちゃう。え、A 型？ A 型です。でも今から K なんじゃない？そうだよ。今、チカさんしかやってない。この時間オンリーワンタイムじゃん。じゃあ楽しいよ。あ、優しい。そう、ギフト投げてくれてる方、 SMS 認証を忘れなく。皆さん、電話番号。私の電話番号ですか。え、私の電話番号ですか。いいですか。ゼロ。やばい、久しぶりに電波が。じゃあ街で追い出されてる。街です。ポリッピー、ありがくま。街です。今今日、あ、待ちだよ。まあ、待機、待て。今日犬かけイベント中なんよ。あんしてあげてよ、かぶってる。じゃあ、あんじゃないよ、これ。見てほしい。あんなんてしないよ。ずっと、あれ、ちいかわのみんな撮りたいからちょうだい。欲しい。欲しい。今の欲しかったかも。はい、せーの。君へ。フェイス押して。チーカワのみんなだけちょうだい。あ、かわいい。オッケー、ありがとう。これだけどうぞ。なんで？え、取らないの、これだけ。美味しい。うまい。かわいい。君の変な写真ばっかり。君はね、さっきもなんか変な写真撮ったよね。なんだっけ。あ、混ぜ混ぜタイムで。あ、第一陣混ぜ混ぜタイム。今日のこのメンバーがどういうメンバーかって質問があったんですけど。秘密です。何にする、今日のメンバー。何面にするか。
え、足して何みたいな、4じゃないみたいな1たす1たす1たす1は4じゃないよ、始まるよ、制服が晴れを叫べる僕たち飲む新規はヒートクロスソレーション。さあ始まりました今夜も4じゃないよ。今日のパーソナリティは、今日の強気バトラーはチームエスの松本千佳子と、同じくチームエスの上村優香と、同じくチームエスのコールキメと、同じくチームエスの中澤美です。2回目ですね。すごい嘘。初めてだろ。すごい嘘です。初めてです。嘘ついちゃった。はい。読んじゃないよ始まりました。SK ゴテイト1たす1たす1たす1は読んじゃないよ。うん、この番組は SK ゴテイトの強気バトラーである私たちが1対1のガチンコトークバトルをしちゃいます。1対1じゃねえし。1対1対1対1のガチンコトークバトルをしちゃいます。今日のもうさっきやってたとか、でも2回言うよね、うん、じゃないよって。今日の地域のトラは、今日のスポンサーはたこ焼きです。たこ焼きです。塩味も美味しいよ。塩大人ですよね。ポン酢、ポン酢、ポン酢美味しい。なんかいつもソースとポン酢、なんだっけ、前なんか美味しいの作り出しましたよね。え、ポン、ま、え、ポン酢、ポンマヨか、マヨポン、え、マヨポン美味しいの？え、マヨポンが美味しいみたいな。それで一生食べてたたこ焼きを。全部よ。たこ焼きもあと 100g。 あ、でもこれにちょっと追加したら。うん。キュンキュンキュン。クマさん来ました。あ、黄色いクマさん。SUMD3 ありがクマです。え、見てるコメント。え、あゆかが見てる。え、みゆちゃんも見てる。見てます。みゆちゃんも見てくれてる。見てないよ。うん、言わなくていいよ、それ。今言わなかったりね。正直なのはいいけどね。たこ焼き、赤ホリホリは顔出し NG じゃないんですけど、今あの焼いてくれてて。NG かも。NG 可愛いじゃん。いい。出れるかしてる。可愛いよ。大丈夫。今日のメイクのポイントは？時短メイク。うん。今日めっちゃ薄いです、うん、あのなんかいて家に来たんだよね、隣にいました。いていい、家行っていいって言ったら、いいよって。仲良し、暇だったんだな。でもなんか休みの日のメイクって勝手に薄くなってない、うん、何なんだろう、あれ気合い入れても薄いよね、うん、へえ、何なの、分かんない、元がそんなこうくならない。なんか劇場もどんだけ足してもいつも薄くないって言われるんです。マジ、うん、今度じゃあメイクしてみよう。え、してください。え、ミオとかさ、ミズちゃんとかさ、確かにうまい、確かに上手だね。知識知ってるじゃん、知識がすごい、ね、どこをどうしたらさこう見えるとかさ。確かに、こう聞きね、明日聞きに行こう。明日公演か、うん、そうなんです、明日公演なんですよ。明日聞こえちゃう。6月初、やばい、6月だ。雨降る、うん、雨降る明日、うん、でもまだ梅雨入らないですよ、大丈夫です。遅いんだね、なんか今年遅い。去年めっちゃ早かったよね。みんな劇場に傘忘れないようにね。忘れる。なんか今日ちかさんに借りたパック、借りた、うん、パクパクじゃないよ借りパクしてないから大丈夫。え、あげるよ、あの傘あげるよ。え、本当ですか。どんどん増えてくる。え、マジで分かるよ。あれじゃない、分かんないの。なんかどんどん増えてさ、木とかなくなっちゃうよね。もう一人で住んでるはずなのに、なんか8本ある。8本8本ある8本ある。高い傘買うとなくさないし増えないです。あ、1本いい傘買うと、いい、ね、忘れた時とか買っちゃうもんね。私も日傘を今年いいの買ったんですけど、いいよね、もう何回も忘れたんですけど、ちゃんともうその日のうちに戻って取りに帰ってます。あ、なるほど、ね、めっちゃいい傘でも、もう焼けまくってて、え、昨日焼けまくってて、刺してんの、刺すよ、もう日焼け止め、日焼け止め塗ってます、日焼け止め塗ってる、絶対半袖着て外出ない、日傘さしてる、帽子かぶってても焼けたねって言われたんですよ。いやだね、あれじゃない、サッカーとかじゃないの、感染、サッカーもありますか。でも足がめっちゃ、焼けたねって昨日言われて、足出してる、休みの日、ね、出してるイメージない、絶対長ズボンしかなんかない、日焼け、日焼け気にしてるなら、うん、絶対に履けないんですよ、夏スカートとか怖くて。でも意外となんか気にしない方が焼けなくないですか。だっ
どうか日焼け止め塗らないよ。すごい、でも真っ黒になってくるどんどん。あやあ。ちゃんと黒くなってる。でも真っ黒にはなんないよね。うん、これ私冬には戻る。うん、いいの？なんか五年くらいかけてやっとくの。あ、トライさん。あ、トライちゃん。クマさんありがとう。でも日傘だけさしてる。偉いですね。大事です。でも荷物なん。ね、やめた。あいこくんさ嫌いなんだよね。カバンちっちゃいじゃないですか、あいこくんさちゃん。だからじゃないですか。でも今年刺す。ん？ねえ、あいこもじゃあ明日から刺そうかな。え、でも明日雨。帽子かぶるでしょ。うん、なら大丈夫。まだ大丈夫。でももう半袖でさ。サングラス、サングラス。サングラスですよね。あ、サングラス買った。しか。なんで？だってサングラスかけて電車乗るの恥ずかしいだろ。恥ずかしくない。え、電車は撮るかも。そう、外の時。うん。カラーレンズ。ああ、流行ってますね。たださ、外のさ、日光をちゃんと見たくてさ、結果さ、これ撮ってみちゃう、こうやってね、なんか違う観察じゃん 3D メガネみたいな、やってる。何歳？ 19 歳になるの？ 19 歳になります。え、まだ 18？ まだ18歳です。18なの？バカ。一応1週間か2週間前までチームエース最年少でした。あ、そうか。はい、うんうん、え、アザーズは下？下です。誕生日が、あ、一緒な、同い年なんですけど誕生日がアザーズの方が遅いんで。アザーズ何月なの？9月です。リーナちゃんとアザーズ同じ日なんです。あ、そっか、16？ いや、瀬戸さんより一緒の日じゃないよ。出ないよ。出ないけど久しぶりに出会ったの。そうなんです。なんかなかなか同じチームになることないじゃないですか、同じ誕生日。もう一人いるよね。もう一人います。サックあ、サクなの？3人同じだよね。そうや、すごいですよね。どうちもいますけど、同期一緒の誕生日2人。え、誰誰だと思いますか？知ってる。え、誰だ？ S だよ。1月生まれです。姫かと、あ、姫かとエナだ。正解。多いね。じゃあだってマッコさんとアミも一緒じゃん。あ、確かに。6月28。何月が良かった誕生日？え、今でいい。あ、でも1月ちょっと遅く感じない？成人式かわいそう。あ、ね、だから10日までに生まれてみたかったよね。うん、1月10日までに。あ、いや、しかも2月が良かったんだ。なんで？なんで？なんかさ、イメージカラーがさ、白か。ちげえ。あ、違うの？ピンク。君ちゃんと教育してきますから。え、見えないでこれ。しかし土下座してる。土下座してる。2月ピンクってイメージだから。そう、バレンタインだから。うん、でも赤、1月赤だよね。うん、ガーネット、ガーネットだけ正月。あ、そう、ガーネット。あの宝石の色が赤なんだ。赤色、赤、オレンジだった気がする。トパーズ、私パールです。うわー、かっけー。8月？6月か。あれだ、ウェディング、あ、そうです、なんちゃらだからパールだ。ジュンブライドね。ジュンブライド、ジュンブライドね。ダメ、右肩、これクレッシェンドね。ジュンブライド、ジュンブライドクレッシェンド。もう一人言ってるでしょ、だから上がっちゃうんだよね。かっけー、まず。ひたすら焼いてくれてる中ちゃんと君へ。ゆうちゃんの誕生日は6月。はい、始まり18。あー、ダメですね。8 8 8、違います。首です。あー、17。16。違います。え、わかる？ちかさんもちょっと微妙そうな顔してますよ。ちかさん、あやかの誕生日も一生覚えられない。覚えた。27でしょ。覚えた。最近やっと覚えたね。何年一緒にいんねん。9。なんかさ、ゲッターズさんのさ、あの会員みたいな近くの占いが、ね、見てて、でその相性診断であゆかを入っててね、ずっとなんかあゆかさんとの相性番号めっちゃ出てくる毎回。でもやっと覚えた。まぶちゃん6月の、え、17かだよね。え、ね、13。違います。あ、12。違います。分かんないじゃん。11。本当に11です。わー、青が MC で中ちゃんの話してる。おい、なんでなんで。あ、ほんまや、出てる。なんで今何の、え、
青葉ってどこにいるし、本当だ、中盤じゃないですか、打ち上げ場ありがとう皆さん、ただいまタコパしています。もうそうなんだ、青葉って早くないですか、早い、ミスが3つだった。あ、ニワさん、クマありがとう。え、タワー撮ってる、そうなの、タワー、タワーどれ、真ん中にね、ちょっとうまくできない。本当だ、かわいいタワー、本当だ、ちょっとあれだね。あ、昨日のお母さんと寝てる話だって。いや、湧いてたよ、あれ、なんかあの袖でね、え、あうこたちもすごい、みたいな、ニクルと誰だっけな、あゆかがいて、はい、で、スタッフさんもいるじゃん、ロック開けてくれる、そう、はい、爆笑した、うん、って言いながら幕持ってた。めっちゃ笑ってた、面白い、なんかあんま面白い MC できない人なんで。そんなことないよ。え、面白いとかよりも衝撃すぎて。あ、本当ですか、うん、で、なんか衝撃発言、誰が一番衝撃発言できるか。ダメだって。え、もう本当言える範囲ね。実際に言えない、ね、何がいいかな、え、難しいよ、そのゲーム。難しい。あ、衝撃かも。うん、最近やめとくわ。え、最悪。あ、でもいいや。あ、うん、昨日の自己紹介 MC 覚えてますか、君へ。君のクローバー見つけた。ああ、あれ嘘です。衝撃です、これ最低。ええ、クローバーどこで見つけたって言った夢で。あ、夢か、まあ、キミちゃんしか知り得ない話ですから。あ、そうだよね。まあでも夢見ないんだよ私。で、今聞いていい MC で毎回それは本当かなみたいな。私結構嘘言ってる。最低。持ってね、衝撃発言だった、衝撃でしたね。でもなんかクローバーの話をしたくて。まあ、幸せは、ね、なんかわかんないけど、クローバー、クローバー、クローバー、夢、夢だ。あゆか、今日の夢あれだった、この夢だった、日刊オーディションの夢だった。なんか、みんなが頑張ってるの応援してた。なんか優しい人ですね。でもなんか韓国系だった。なんかみんなといて、毎晩絶対メンバーが出てくるんですけど私、夢に、うん、大好きだね、愛だね。なんか多分私がやってるところが全部下手。でもね、火力のありがとう、めっちゃいい気がする、美味しそう。しかもあるよ、衝撃、うん、実家に帰ったら、うん、お父さんと横で寝てる。バーン、もう布団がさ並んでるじゃん、うん、普通に寝てる、もう実家だからさ、うん、寝て、かわいい、なんでもないよね、でも寝ながら嫌だとかもないし、うん、私も全然お父さんの横で寝ます。え、なんですか、顔の字もしかして。いや、昔は顔の字でしたけど、うん、今は別です、別のベッドです、はい、お父さんだけ別の部屋で。あ、そうなの、ね、いいよね、別にさ嫌なこともないのに、うん、寝るだけだし。なんか普通にうちリビングでゴロンってするんですよ、家族みんな、うんうん、お父さんの横で普通にゴロンってしてる、うん、だよね。キミちゃんに任せようかな。最悪な状態で。じゃあバブちゃんの衝撃は、え、なんだろう、衝撃か。昨日結構頑張ったんで出てこない。確かに、でも今日いろいろ話してていっぱい衝撃だったら、なんか、なんだろう、ムスさんありがとう。ムスさんだよ。クマさんありがとう。あ、んで、ごめんごめん。CMS の楽屋は動物園とのこと言うてじゃない。もう幼稚園だと思ってんだけど、違う。なんかさ、楽屋っていうよりさ、公演前のさ10分ぐらいの間あるじゃないですか、うん、あそこやばい。でも割と今多分それを青ヶで話してると思うんですけど、要因は8期じゃないですか。8期だよ、ね、だよ。だってまず S の8期で決める。 S の再販を8期が占めてるから。確かに確かに。でも楽しいよ。でも私も怪物だと思われてるんだけど、結構意外と怪物じゃないよね私って。キミちゃんはやるときは怪物だなみたいな、うん、やるときはやる、すごい空気読むよね。うん、マジ、うん、今日は言ってくんないそれ、周り見えてるみたいな。めっちゃそう、周り見えてるから、ね、周り見えてないと思われてる、夢にめっちゃ見えてるよ、うん、言っといて、うん、大人だよね、マジ、うん、
ちょっとさ、キムチ入れてるのが焦げてるよな。ねえ、見ないで。だって回収しとったの。でもまだ全然やらやらでしたの。反対側が。やらやらって始まってた。やらやら。もっとうまくやるから待って。あ、ケンタ、ありがくま。ありがくま。クマはありがとう。食べたいねんけど、ちょっとなんか。ちょま。ダメだったのかな、分量の問題かな。いや、いけます。ちょっと待ってください、時間ください。ありがとうございます。待て、触るのやめよう。はい、そうね、一回やって。待て、はい。待て、痛い、かわいそう。待て、ね、足悪い癖だ。今足で、待てされてる。お座り、近藤お座り、やってるよ。お座りやってるよ、癖やんそれ。年から何するみんな。緑がいい。私も緑がいい。じゃあいい。緑戦争。黄色、黄緑じゃなくて緑。黄色かオレンジ。オレンジかオレンジ。あ、そうか、ごめんなさい。もういいです。グレー。おしゃれやね。オレンジかわいいね。で、水色もね、かわいい。かわいい。紫もかわいい。かわいい。でも白いな。あー、いいね。白ちょっとでも衣装絶対汚しちゃうかも。紫かわいい。虹色とかあり。だし。だし。いや、なんか。赤いいな。ね。いや、赤いよね。え、でも3回赤って、ごめんもうすごかったよ、ごめん実は実はさんのこのさ、一つだけうまくいかんない。え、いいよ、それ食べる。え、いいよ、それ食べる。ごめんなさい、ごめんなさいでした。すいません、キムチ入れすぎちゃって。めっちゃ美味しそう。そうだ、めっちゃ美味しそう。ちかさんかっぽい。うん、嬉しい。オレンジ、オレンジはいいかな。任命しよう。なんでもいいっすよ、俺。ピンク、ピンクでもいいよ。え、誰が言った、ピンクって言ってないよ、ごめんとか。うん、自分で言った。あ、よく君はピンク似合うけどね。じゃあピンクで。うん、うん、似合うと思う。髪触れで何、黒。うん、でもね、うん、これ黒自分で決めてないの。へ、あれ、あ、大人が決めた。うん、そう。かわいいよ、黒もかわいいけど色が欲しかったね。うん、でもなんだろうね、紫とかじゃない。うん、でも紫似合うぞ。ピンク紫似合いますよ。緑であれだもんね、頭の衣装。あ、確かに青国だね。そうだ。え、あれは、あれも衣装さん。衣装さん、うん、オレンジ、オレンジ、緑か。緑いいじゃん、緑じゃん。そうなんです、私もう緑しか当て込まれない人間なんで。黄色も似合うぞ。なんかオレンジしか、ビタミンカラー。でもリーダー、副リーダーはオレンジでしょ。いや、ないよね。ないだよ。違う、うん、一回なんかあのオープニングを一人で、ね、考えたの。一日だけシャッフルしようかなと思って、うん、いいじゃないですか、明日しようよ。フィッティングしなあかん。なんでやねん、うん、なんでやねん、なんでやねん。やらなあかん。あれがいい、私ボタンついてるスカートの形の方。ほんまに着てみたい。え、だって千川さん広がる方じゃないですか。 そっちが好きやねん。え、やゆかボタンついてる方が好き。なんかオープニング、 S 公演のオープニングって2種類スカートのタイプがあって、ボタン付きとついてないのがあって。あゆかくん、どこ、ここボタンついてない方がふわってするの。そう、ボタンついてる方がタイト、スタイリッシュ、うん、スタイリッシュ。あ、本当なんですよ、大人しい。そう、ちょっとスカートのね、膨らみ方が違って。どっちの人、私はちかさんと同じ方、ね、あ、違う、私もそっち一緒、うん、かわいい、かわいい系の方。でもシュッとしてるのはさ、そっちじゃない、ボタンついてる方が。違うのよ、かわいい、コメント、コメント。あ、タコめっちゃ投げてくれてる、タコありがとう。でね、かわいい。あ、監督、あ、監督、監督来てる。監督、あの、今回の合同制作の監督。監督、こんばんは。どういうこと。あの、見に来てくれるの、審査の、なんだろう。すご、今タコパしてます。
めっちゃ演技とかありませよ。いやいや、ありませよじゃない。そうそう、韓国の今回ドラマもし出るってなった時に監督が見てくれてて、あとオーディションとかかな。前髪だけ見せよう。なんです、今突破してます。もうちょっとでできるかな。できた。あ、できた。あとね、あやかぴょんのね、あやかぴょんの列がとこできてないです。え、ありがとう。あ、でもなんか調子悪いっす。え、いけるよ。次頑張ります。あいかぴょんの移籍しますか。え、うん、見て皆さん、キムチは焦げるのでね。キムチ焦げるのでただ美味しそうです、これ。まんまこそできる。ごめんなさい、全然いい。悪くない、全然いいよ。胃の中に入って一緒から。そうですよね。お疲れ様。お疲れ様。定型部に入れてるの。あ、そうなの。タコだ。たこ焼きだからタコだ。タコナイスって言ってるって。タコナイス。タコは英語でなんて言うでしょう。オクトパス。早い。早い。じゃあ、はい、カキ。オイスター。おー、悔しい。あ、クマ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 。クマ。ベアベアベア。クマクマ。ベアベアベア。イエローベア、イエローベア。マコツ、ありがくま。Thank you ベア。かわいい。やってる。カムサハムニダ。大事ですね、韓国語。カムサンミダ。メルシー。え、それ違う。フランス語。そうなの。コプンカー。それは、パイ。オラ。うわ、知ってる。メキシコ。違う、オラ。ブラジル。違う違う違う、あれだよ、リメンバーミーだから。そう、リメンバーミー。いや、でもメキシコも一緒かも、共通かも。監督コメントナイスだって。コメントナイスって、あ、クマナイスってかわいい。ありがとうございます。どういうこと。あれ、オラ。あ、監督って、監督ってこと。そう、監督って書いてある。そう、監督。そう、この前の監督。え、知ってた。あやかぴょん知らなかったけど。え、初ですか、ショールーム、このイベントの、うん、見るの、うん、すごいね。この子たまに来てくって、この前もなんかめっちゃコメントで、うん、ファンの人が監督、監督だって言って、監督ちゃうよみたいな。監督が見に来てるよって。お大事に。お大事に。大事に。一人でくしゃみして、痛い痛い痛いって言ってた。無事。大丈夫。無事です。お水飲みな。はい、あの、巻き笑何歳。30とか。でも実際精神年齢そのぐらいじゃないと思う。本当一番高いと思う。25、6じゃない、うん、大人っぽいってこといいですか。いいよ。メキシコもスペイン語ですだって。あ、オラ。オレ、オレは、オレ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 は一人称。あ、え、君って自分のことなんて言うか、私って言ってるイメージ。私です。私、君ってなんか、君はって言わん。いや、たまに、たまにだけだよ。たまにか。たまにだけだよ。私は、君か、オレじゃない。ね、ふざけてる時は俺、うん、ちか俺に厳しいから言ってる。なんで私って。でもちかもちかって言っちゃうんだよね。じゃあ後ろの子ダメじゃん。そうだよ。なんて言ってるのと。あ、よかったよ。あ、よし。かわいい、うん、言っちゃう最近。俺なんて。俺のバブ。ああ。でも俺って使いやすいんすよ。なんかわかる。俺でね、うん、面白いしね。なんかさ、いいよくない。あゆかとか言うよりなんか親しみやすそうじゃん。おれ。モッパン、モッパンってあれなんだけど、食べる。食べる。韓国語。マシッタ、マシッタ、マシソヨ、マシソヨ。ペコッパー。なんかペコッパ、ペコッパ、ペコッパ。ね。あ、カイサ、ありがくまです。監督から質問来てますけど、そう。答えてあげるよ。上から、そうね。ダメ。どうする。謙虚。君、君のせいで近くの女が落ちちゃったら。俺らの近くさん。俺、後輩がって。俺、俺って言っちゃった。え、待って、焦げちゃう、焦げちゃう。質問。え、あのさ、ちょっと弱にしたら、火力。でも、君ちゃんの今ひっくり返したら、今したいだと。質問後。探してる。モッパンってわかりますかって来てました。あ、それが監督？はい。のコメント？そうです。あ、で誰かが多分リピートしてくれてたんだと思う。あ、そういうことか。ありがとう。ちんちゃ？ちんちゃ？ちんちゃ？お、なるほどね。イベントのサムネを今回ほら、これちょうど出たけど。ナムナムサランヘヨ。サムネがモッパンがテーマだったりします。あ、そうなんだ。何？ここほら。
あ、消えちゃった。何？今回ね、あの最初の、うん、あれ画像みたいなやつ。あ、ご飯食べてたね。ご飯してます。ちかさ、ショールームでさ、ご飯食べるとさ、ファンの人に食いしん坊だねって思われるかなと思ってさ、かわいい。あんまり、しないでしたね。はい、かわいい。人は食べてほしいらしい。もぐもぐ配信って結構需要あるらしい。そう、やったことないわ。なんか、ちっちゃい頃よくやってた。ちっちゃい頃難しいと思う。なんか、アミちゃんのイメージありません？あーね、では、いっぱい食べたいと思います。ヤミー英語名古屋の小倉トーストなんですよって監督からコメントが。え？あれ多分思ったかも。ちょっと待って、そうそう、あれって名古屋の小倉トーストなんですよ。モッパン？モッパン？違うよ。それをイメージしてくれてたんだ。すごい。これあるか？え？チカが、はい、チカが今日モーニング誰も聞いてくないんですけど、チカが今日モーニング行ったって話。え？言えないか。ね、名古屋駅の方。証明書つまない。ちゃうねんちゃうねん。ちゃうねんちゃうねん。美味しかった。よかった。嬉しい。本当に内容薄い会話。じゃあ、よま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 よ。私はたこ焼きにポン酢をかけます。ポン酢かける人。俺っちも。はい、まだです。マヨポンだよね。ちょっと後で考えよう。え、バブかけた？バブまだです。バブって呼ばれてるの？なんかさ。なかちゃかちゃんって呼んでたの。いや、やだとか見て。まだ言ってないじゃん。違う、聞いたの、やだって。うわ、もうマヨネーズかけすぎよ。え、かけすぎじゃないよ。ないよ。あ、そうなの？どのぐらい？さしかさん、ちょっとしかさん目安。うんうん。オッケーオッケー。ゆりちゃんかけた？かけてないけど、ちょっとかけずに食べたいんだ。なるほどね。優しいね、なんかさ、ジャーってかけへんのね。マヨネーズ。遠慮してます。あ、死んで遠慮してますっていうか、うん、やばいんですよ、私マヨラーすぎて。え、気にするよね、はい、やっぱり気にしない。みんなの前ではさ、ええねん。でも私ショールームでホットケーキ焼いたことあるんですけど、うん、信じられないくらい焦げ真っ黒のホットケーキ焼いて、意外クルミンと比較画像みたいなの出された。最悪。クルミン上手じゃないですか、お菓子作り。うちはうちなのにね、うん、中坂家ではパンケーキ買ったやつ。懐かしい。すごい。かけて嬉しい。嬉しい。嬉しい。拾ってくれて。ゆみちゃん速度がすごいですよね。ね。プライベートでゆちゃんもね、ツッコミ弱いよ。熱そうだね。絶対ポン酢美味しいな。熱い。熱いね、ごめんな。違いました、たこ焼きが熱いの、そっち。ありがとう。熱いかな。あ、これやだ。美味しいけど、なんかもうちょっとかけてもいいかも、ポン酢。これそのまま食べれるよね。うん、うまい。よ。多分。うん、ふーって近づくと効果下がるらしい。初めて知った。へぇ、じゃあ。ちょっとやりやすい。ほっとすぎ。落ちてないの。もう、ふーっていう息と、はーっていう息って温度一緒らしいですよ。意味なさそう。あ、こぼしたポン酢。どこに？机。いいよ。ティッシュが。うわ、ティッシュ絶対取りづらい。ベッティがあります。あ、すみません。うわ、うわ、うわ。美味しいでしょ。うわ。食べてへん、まだ。食べたよ、ちょっと。ほんまに。何かけたの？かけてないです。かけてない。いいよ。お酢も美味しいんだ。お酢か。お酢だー。ほら、悟空。あ、悟空いた今。ほら。ほら、かわいいだん。だん。だんだん。
ちむどんどん。違うよ、旦那は京都弁かな、ありがとうみたいな。ちむどんどんなんだっけな。確かにちむどんどん見とってんな。朝ドラだ。うん。ばあちゃんが見てた。ちむどんどん、ちむどんどん見たら。やべっきありますか。見てた。ちむどんどん見たら沖縄料理めっちゃ食べたくなる。沖縄行きたい。今年1月に一人で行こうとしてたんですよ。1月に？うん。サッカー見に。いいね。でもさすがにやめなさい。確かに、ね、止められたし、なんか一人で行くのやっぱ辛いじゃないですか。そうだね。沖縄まで行って。っね、あ、ここ。めっちゃこれカーペット変える変えなあかんかも。ありがとう。なんか優しい。今日。もう転石だって。早い。カラフルパンツ履いてるのかなみんな。じゃない。おしゃれパンツになってたらどうする？見よう。オーバーオールとかになってたら。でももう入らない自信しかない。あ、ズボン。見て、ちゃんと。しかもトレイニー着てる。パチキティじゃん。あるんじゃまだ。何の T シャツ？これハチキの T シャツ。ハチキの。顔がやってた。顔がやってた T シャツです。顔が、誰だっけ？カオちゃん。この何かがデザインしたんだ。エモ。着たことない。何色のパンツ履いてましたか？マヨネーズ。なんか緑。そこで。緑履いてるイメージある。うん、緑の短パンか長ズボンに腰巻きしてた。私緑の短パン履いてたな。かなんか可愛いやつ。フラストレーションの時期だったからちょうど。なんか。そのなんか結構ダンスか。際どいやつがあれで。フリね。私はピンクでした。ええー。おい。あでもなんかピンクにキャップついてるやつも着てた。スカートあったよね。装飾だえだつけたことないんですよ一回も。え？もう短パンだけ？カラーパンツ。見たことない。見たことないって。え？よく聞こえたね今。意外。見たことないんだ。え？シャッフルの時代も？うん。めっちゃ意外。めっちゃ出てそう。トラさんありがとう。なかったんだよなあの時。鉄縄？鉄縄あるある。やっぱポン酢美味しいわ、まあ、さっぱりしてて知ってない食べようがーい熱めっちゃ美味しいよね。あ、倒れた、美味しくて今日ファンの人のツイートで見たんですけど、あと4回で愛を君に100回らしいです。あ、そうそうそう、スタッフさん見てたそれ昨日。昨日もうすぐ100回だって。すごい、もうそんなに。まあちょうど私の生誕くらいになりそうじゃないですか。そう。あ、すごいじゃん。ほんま SK の子やな。イエーイ。でもなんか100回以上やってる感じもあるんだけど、絶対美味しいじゃんここ。チーズすぎ。やば。すごく良くなこれ。え、エグは明太子いってもいいけどでも。これ明太子のお箸がなくて。あ、いいよ、それでいいよ。これでいい？うん。どこ入れる？これもいい？うん、これでもいいよ。うん、クレヨご飯。マトリックス、くまちゃん、ありがとう。マトリックス？サッカーやん。知ってる？映画。知ってる。知ってんの？え、違う、これだ。こっち。バーン。あ、あ、そう。これは？バイオハザード。トム・クルーズですか？え？ダブルなんだっけ、ダブル違う、忘れた。トム・クルーズ、トム・クルーズって何、トム・クルーズのバイオハザード、バイオハザード、もうみんなが会話成り立つね。でも喋りたいことおのおのに言ってる。で一番好きな映画何？トトロです。ほんまに嘘です。なんか千と千尋、あのね、いいね、コードブルーです。何なのかなあれは。解剖医みたいな。そう、解剖ね。なんか
病院見れない。あれだ、救急のやつが好き。なあ、救急救急。病院見れない。あるよね。病院とホラー見れない。かわいい。ゾンビ一時期ハマってたな。ゾンビは見れない。ただゾンビっていまだにさ、なんであのウイルスがさ、出たかがさ、わかんないの。そう、解明されたの、そのウイルス。え、本当にある？いや、ない、ないけど、でも怖いよね、実際。怖い。で、電車乗る時とかさ、今ここでゾンビが現れたファンタジーだね。とりあえず噛まれちゃダメだからね、みんな。どうやって倒すかって。うん、あ、倒す方なんだね。傷とかも良くないけど、血とかね。あ、引っかかれたのか。え、ウォーキングとか見たことある？え、あるかな。いろいろ見ました。あさった、いろいろ。不思議系。なんか、マジで海外見ない。やった、韓国のやつ。うん、あ、待って待って、新幹線。そう、それ好きだった。え、泣いた。泣いた、うん、え、泣かなかった。え、ゾンビ系って意外と感動するくない？するけど、私泣かないんですよね、映画で。もう泣いちゃった。え、あれ面白かった。韓国の、七番棒の奇跡。あー、知ってる。見てない。どのくらい泣いた？マジ？めっちゃ泣いた。これ何回もよく言ってんねんけど。心綺麗すぎ。よく泣くんだよね。なんかもう映画館めっちゃ泣く。この前ドリー見て泣いた。いや泣くよ多分。ピクサー。うん。めっちゃ。ノブちゃんは。見たことないと思う。映画見ないですよ。え？なさそう。映画館とか行ってるイメージないもん。はい。高校生の間に1回しか行かなかった。ええー。一番安いのに高校生。でもなんか興味がないことはないんですけど、うん、わざわざ行ってみようってならないのと、うん、耐えられない2時間でもつか映画みたいな時いつもさ、仕事の電話かかってこんかなみたいな、ちょっと迷っちゃう。でも機内モードにしちゃう。うん、何も思わず見せてた。全然お休みも釘呼ぶかな。電源切るよ。コナンくんは泣くの？コナンくんは衝撃。見たことない、コナン。私もコナンない。ハリーポッターとかもないです。ハリーポッター見な？いや、あなたもつい最近まで見てなかった。なんか3年前だからドハマりしたの。へえ。マジで見な？最近？本当に見た方がいい、ハリーポッター。おもろい。わかんないから一個もだから、あの、え、まだ行っちゃダメ？CMS で行ったじゃないですか。あ、ミネコ行った時にもちょっとハリーポッターのエリアお邪魔させていただいたんですけど、うんうん、行ってる。うちら行ってるのか。でもね、お二人は行ってません。行ってないし、うちも行ったかなって一緒に思った。あれ行ったっけ。あれ、なんで行ってないんだっけ。負けた。あちゃまー。みんながすごい楽しそうだったけど一個もわかんないからみんなに合わせてイエーイ。なんかさ、4つの量あれやんか、あの、ハリポタあるのね。流行ってたね、TikTok で、うん、私がグリフィンドールだったら、なんてかなんてかで、みたいな。なんてかなんてかなんてか。全部なんとかなんてか。え、知らん？知らん。あやかは、ハッフルパフか。なんだっけ、ハッフルパフが優しい人？平和主義者。レイヴンクロー、うん、頭いい人。INTP で。頭脳判断。それでしたよね。そう。グリフィンドールが正義感ある人。スリザリンが何あれ、ずる賢く上に上がれる人、だから頭いいけどちょっとずる賢い、ちょっとずる賢いみたいな。でも超有名人いっぱいあるからグリフィンドール、スリザリン入りたいけどな。グリフィンドールっぽくない？1個前なんだっけ。1個前全部言って。グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、ハッフルパフは、ハッフルパフは優しい人だよ、穏やかな人、うん、クマさん目いいね。いこっちでも見てる。あ、なるほど。ペチペチ太郎ありがとう。あ、野心だって。確かにスリザリン野心かも。でもハフル、もしかハフルパフっぽいね。でもうん、か、うん、スリザリンがいい。帽子かぶらしてみよう。うん、君はうん、そうか、スリザリンがいいのかでもハッフルパフ、こんな感じ組み分け帽子。確かにバブちゃんはでもレイヴンクロスぽいね、頭知的。君はグリフィンドールっぽいけどね。マジ正義感あってグリフィンドール。スリザリンがいいんだ。グリフィンドールっぽいですけどね。グリフィンドールかハッフルパフっぽい。スリザリンになりたい。
こいい。スリザリンかっこいいんだよ。スリザリンって名前がかっこいいもん。うん。ちかちゃんは顔、お顔がスリザリンって感じ。あ、なんていうんですか、マルフォイ。あ、でもあの髪の毛短い子いるじゃないですか。名前わかんないや。スリザリン。あ、うん、めっちゃ可愛い子。え？誰だっけ？黒髪のめっちゃ可愛くて。グリフィンドールじゃなくて？チェッチェ。ラスト1個。あ、提督の亡霊さん、クマありがとう。ラスト、ラスト。それさ、さ、あれ真ん中のやつですか？多分真ん中のキムチがめっちゃ入ったやつ。うん。パンジーちゃん。うん。見せて。知らんかった。可愛くない？可愛い。僕の夢っぽくない？うん。私実は。実は。実は。うん、そう、パンジー、うん、パンティンソン、パンの人が書いてくれたらすごくない？うわーすいません、食べた、びっくりした、すいません、熱くなかったですか？うん、食べる食べる食べる大丈夫だよ、全然。いつもこんな配信してるんですけどさん、面白いね。てか初めてこんな、てかお酒飲んでるって言ってたよ。飲んでへんの？氷コーヒー飲んだよね。うん、あ、アンキューありがとう。やばい、ポン酢美味しいわ、ちょっと感動してる。ポン酢ドハマり。え、ポン酢食べた？まだ食べてないです。じゃあ次ポン酢だね。はい、なんか全部食うんだ。おいしそう。アールグレイキャラメルだって。何し食べた？2つ。え、じゃんけんしようよ。買いに行かせる？うん、行くよ。お金渡すわ、もう。みんなで買いに行こう、じゃあ。やった。はい。こっち。こっち、あ、こっち、こっち、こっち、電波どっち？こんな感じで電波よくなくて、電波がね、よくこう、ま、迷子になっちゃうんですけど。私 3G なので。君は 5G。 うん、もうもっといってるよね。 9G だよね。9 明日の今頃はね、多分もう公演終わってる。うん、そっか、早っ。嬉しいな、土日公演。みんな17時からだからね。うん、みんなでさ、スクショタイムしようよ。ありがとうございます。ありがとうございます。それ焼き終えたら終わろうかな。みんな1時間半ぐらい見てくれてる。何時からやってるっけ？7時。え、全然知らない。いないし。本当だ、キミちゃん手綱出ます。出てんの公式に？はい、8日です。公式に出てる。しかも出るよ。はい、公式に出てるの？公式に出てます。ちかさんも知ってたんですか？もちろんです。私知らなかった。今知った。ほんまに公式で知ったの？いつもそうなんだけど。でも、うん、なんかさ、ありがとう。その確率高いよ、ね、ちょっとエゴサしたら鉄の。でもイーがいません。あ、イーがいないんだ。はい、6月めっちゃ出るねんけど、多分お3回出るかも。久しぶりに週に。みんなすごいね、いっぱい出てる。尊敬。
なんかたこ焼きってちゃんとお腹膨れるね。うん、粉ですね。でも美味しい。うん、もんじゃしたい今度。しましょう。もんじゃ楽しいよ。え、家でできるんですか。これでね、そのままほじほじするんだけど。すごい。ああ、うまい。美味しい。カラスコーバー。はい、あゆ。君江が名前書いてくれた。はい、名前間違え。よくわかったね。ちかこさん。あ、制服の目当たってます。出るよーん、やんやんやん、いいなー。制服の目出たいけど、絶対衣装入る、入るって、嘘、すぐの、ありがとう。アンコールやばい、欲しいだろ。ん、何ですか欲しいだろ。何？ You You are smart. You are smart. あ、クマクマ、イエローベア。Thanks so much, Masa. Oh, Masa? Hola, Masa. 英語ゲームしようよ。いいよ。何ですか？ Yes, yes. 英語しか喋ってない。英語しか？ OK. Start. What's takoyaki? Oh? Takoyaki is Japanese food. Ta octopus?ベイク。No, no, たこ焼き。たこ焼き。いつたこ焼き。たこ焼き。オン。あは。What? What? 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 あはあは。Eat OK? OK OK. Ready? Yeah 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 yeah. Wow. In cheese. In cheese. Number one. That's the number. Wow. I'm nervous. Number.むずむずむず is Japanese English please レベルマックスレベルマックスディフィカルや What's 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 W-H-A-T what's 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 How の方がいいらしいよ。何が What to How How? って言い方的に How many? なんで人数ね Four How many? Four Cheese max Cheese max ムシャ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 かぶせなムシャ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 チーズムシャムシャチーズムシャムシャ木曜日英語で言ってみ。Wednesday。Wednesday。No no no。Saturday。No。Saturday。Yeah。わかんないで。Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday、Friday、Saturday、Sunday。ちょっとあやふやすぎ。最後電波。電波どこ行ったの。一番チーズが入ってるとこ食べたいです。いいよ。どこ真ん中の2個のどっちがです、うん、ここら辺いきますよ、うん、え、ちょチーズ大好き。あ、日本語。 I love cheese I love cheese、oh、それじゃ、no こっちとこっちの方がチーズ入ってるんじゃない、oh、あでも、あ、それもいいかも。それ食べてみてください。Let's go eat No, it's too hot Hot, hot, yeah, no, baby だってさ、もう It's foo foo No, no もうこれ色がさ、チーズ It's foo foo 色が色がチーズカラーカラーカラーがチーズチーズカラーもう、What? チーズカラー is yellow 見て、What? yellow あゆかあゆやあゆかたこやアンパンマンあいち新しい顔よ This no comedian あゆかさ、バブちゃんさパクってあゆか食べてほしいあバリクラなんかもするジャパニーズお腹が減って力が出ないんだっけ、うん、違う、顔が濡れて力が出ない。でもお腹が空いてる方がポンあれどういうことどういうこと意思疎通がもう、しかも何したいか分かんない今の場合は、うん、チカさんがアイカピョンに顔を合わせます。やってください今、はい、合わせます、厳しい
したら中坂が食べるのパクッわあ。はい完成タマ食べますちゃんとお行儀悪かったですごめんなさいいただきます。うーんあクマ来てるよさっきのみゆちゃん大好きありがとういただきます。なんもなし美味しいかな絶対美味しいですよチーズあ、くま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 明日来る人、put your hands up! イエーあ、これ、もっこん美味しいですか、うん、これ、美味しいよ、食べる食べない OK! レッツゴーピッお腹固まったあごめんうん、ごめんあ、ごめんなさい。いつか行くよ。うん。え、ごめん、タコ入ってる。めんたこ入ってる。ほぼ全部入れてたくない君ちゃんは。わかんないけど。え、入れ替えた？入れ替えてない。あ、こっちだけ入れてなかった。あ、こことここは多分全部入ってる。嘘、入れてないよ。嘘。入ってた？ちかさんのところ入ってる気がする。てか絶対熱いよ。熱い。マジ？うん。あ、でもたこ焼きで苦しんでる人いる。大丈夫ですか？おいしいもチーズもこんぐらいベチョンって入った。ベチョンやだ。熱い。熱いです。かけよう。おいしい。マヨポンですっけ？うん。じゃあマヨ。しかもマヨはちゃんとカロリーハウですからね。意識高い。ちょっと意識して。休憩タイム。みんなは夜ご飯たこ焼きですか？うん、木曜日。睡眠ありがとう。金曜日だよ。フライデー。ハッピーみんな1週間お疲れ様じゃん。え、もうさ大丈夫？暑いでしょ。何でもない。え、もうさ握手会から1週間経ったんだ。確かに。早いね。1週間早いし、今週めっちゃ早かった。今週何してたっけ？握手会して、うわ美味しそう。握手会して、握手会して、何してた？30 YouTube でみんなで集まってたじゃん。あ、そうだ、レッスンして。29豚汁定食、サガン、台湾まぜそば、焼きサバ、唐揚げ、照り焼き、マクド、お好み焼き。TGIF って何？卵かけご飯。違う違う、 IF、 TGIF でしょ、うん、卵かけご飯、うん、炒めた、炒めた F、 ふう、炒めたぜ、大喜利。何 TGIF って全部よかった。 TGIF って何？なんか MBTI みたい。焼きそば、ね、変わった MBTI。ずんだコロッケ美味しい。いいんだった。え、いいだと思うよ。あら、さって姫顔しながらたこ焼き。真ん中そう、50何パーセントそう。あ、そう、マジギリ。あゆかもそれだもん。あゆかもそれでいい。サンクゴッドイーツフライデーの略だって。聞こえた、聞いてた。ちょっと待って、もうなんかいろんなところでいろんなこと起こってんの今。あのね、まず、どっちかな、ラグかけご飯違う。TGIF？ そう。サンクゴッドイーツフライデーだそうです。あ、ね、あ、ご飯じゃないんかい。かいかいかい。はい？かゆい？違う違う。あ、INTP だったの。アルファーファー。論理学者。ゆうちゃん、うちうち大好きさんが。昨日やってみたら。ありがとう。今流行ってるよね。インスタイル。ENTJ になった。一かもしよっかな、それ。指揮者。なんか簡単だったらしいですよ。え、どういうこと？質問でもね、なんか ENFJ あとね、4% でね、愛になる内向型。え、あゆかも 56%。 あ、私